こんにちは、フルート奏者大塚由紀です。今日はフルートを演奏するときに忘れてはならないことというテーマについてお話しします。私がフルートを始めたきっかけは、なんだろう、すごくキラキラした、そしてそのキラキラしたものから出てくる音もキラキラしてるし、とっても綺麗な楽器だなって思ったことが最初でした。まあ、見た目とは裏腹に、習い始めた頃はなんて大変な楽器なんだって思ったこと、覚えがあります。っていう風に、フルートっていうのは、まあ見た目すごく優雅でキラキラしていて、まあ、楽器もキラキラしてるんですけれども、音も、ね、高音域伸びやかで綺麗です。そんなことで憧れて習い始めるんですけども、いざ音を出そうと思ったら大変で、そんな感じですよね。フルートっていうのは大変な楽器です。まあ、スポーツの大変さ、スポーツみたいに体を動かしてしんどいっていうものとはちょっと比べ物にならないんですけども、フルートを演奏するっていうことはすごくエネルギーがいりますよね。で、そのすごくエネルギーがいるっていうことも少し意識してほしいんですけれども、そのエネルギーはじゃあどこから来るかっていうと、息ですよね。息から、湧いてくる、そのエネルギーですね。息そのものにエネルギーがないと、フルートの演奏っていうのは、魅力のある、そして音を遠くに飛ばす、魅力のあるだけじゃなくて、音を遠くに飛ばすということに関してもやっぱり息にエネルギーは必要だと思います。日々演奏を練習していると、なかなかその息にエネルギーを持たすっていう意識がね、薄れていく、分かってはいるもののとか、なんとなく分かってるよっていうことでも、その意識をね、やっぱりしっかりと持って練習するっていうことが大事かなと思います。息のエネルギーをね、意識してフルートは練習したり演奏したりしてみてほしいなと思っています。まあ、息のエネルギーって抽象的でね、ちょっと分かりにくいんですけれども、前に息っていうのは風だと、英語で木管楽器のことをウィンズって言いますけれども、風の楽器だよっていうことをお話ししたんですけれども、それにちょっと似てるかなと思います。風でも柔らかい優しい風があったり、ビュン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 吹き荒れる風だったり、あとはこう火山のマグマのようなグツ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 下の方で、なんていうのかな、あるエネルギー、まだ上に爆発していないエネルギー、まあ、ちょっと言葉は抽象的なんですけれども、そんなイメージでしょうかね。物理的に息のスピードを速くとか、息の量を多くっていうだけじゃなくて、その息そのものにエネルギーがないと、やっぱり説得力のある音、そしてまた遠くに飛ばす音っていうのが出ないと思うんですよね。さらにもっと言うと、ピアノとか柔らかく吹いた時なんてもっとエネルギーがいるんですよね。ピアノや柔らかく吹く時はちょっとの息でいいやじゃなくて、ちょっとの息かもしれないんですけど、その息そのものにエネルギーがないとダメっていうことですよね。やっぱそうじゃないと、たくさん多くのお客さんの方に向かって音を、ピアノだとか柔らかい音を演奏するとき飛ばすことができません。なのでフルートの演奏にはエネルギーがとっても必要なんだよ、大変な相当な量のエネルギーが必要だよって、そのエネルギーはどこから来てるかって言ったら息っていうことをちょっと意識したいなと思っています。毎日の練習の積み重ねが息のエネルギーの質を高めていくことになると思います。何でもいいです。ロングトーンでもいいですし、まあ、やってる楽曲でもいいですし、エチュードでもいいですし、私は割とおすすめするのはフルート名曲31選ですね。知ってる曲を、フルート名曲31選なんかね、知ってる曲、耳なじみの曲が多く含まれていると思いますので、そういう曲を使ってね、息のエネルギーの質を高める練習をしたりとか、あと中級者上級者向けですと、モイーズのね、トーンディベロップメント、このテキストもいいかなと思います。モイーズさん、これはフルートソロとか室内楽オーケストラの、中から抜粋したフレーズが載っていたりします。あと最近出たものでしたら、ベルノルドさんのザ・ウィンド・ザ・サウンドというこの本ですね。これもすごくいいなと思います。 The Energy of Your Breath って書いてます。息のエネルギーっていうことについて、もう当たり前と思わないでね、フルート演奏することは息のエネルギーが大変相当な量必要だよ、でそのエネルギーっていうのはどこから来てるかって言ったら息だよっていうことをキープインマインド、忘れないでくださいねって書かれています。彼のこのテキストにも
エクササイズ本にもそのオーケストラとか室内楽、あとソロ、フルートソロのね曲、ピアノとフルートの曲なんかのフレーズの抜粋が載ってます。これもフルートの、息のエネルギーの質を高める、練習に最適かなと思います。もちろんそれだけじゃなくて、アンブシュアのコントロールとか下顎の、柔軟性とか、そういうことも養われるかと思います。今日は、フルートを演奏するときに忘れてはならないこと、フルートは相当なエネルギーが必要な楽器なんだ、そしてそのエネルギーっていうのはどこから来てるかっていうと、息ですよ、あなたが吸って吐く息ですよ、ということでした。私のチャンネルではフルート演奏のコツや練習方法の提案、皆様からの質問や悩みに答える配信を行っています。チャンネル登録は皆さんが見ていただいている画面の右下よりボタンポチッと押していただけたら無料でできますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回。